Don't burn me. Don't burn me. Come on, you're not too hot. That's okay. Don't heat it, solemn ring. Know when it color me. Darkness is novelty, but still pray it don't swallow me. Hope God is hot. はい、ファイティアオママです。今日はこの前ゲットしたゼンヤーツの技術を試し割りにめっちゃ近所の河川敷に来てます。いきなりこう貼るの怖いから試し割りと、あとスカートを手作りしようと思ってるんで、その採寸といろんなこの止め方してみようかなと思います。うんこがね、いきなり試し張りでついたら嫌やしな。今日はもうパパティアオさんが足あかんので、はい、パパティアオさんバッツバズレじゃないと歩けないんで、助っ人で長男が来てくれてるので、長男のオロチンユー君が来てくれてるそちらの方に手伝ってもらって、はい、張っていきましょう。スカートがね、うん、そう、やっぱどうしても技術スカートがついてないから冬めちゃくちゃ寒いらしいから、うん、でもこれぐらいの暖かさやったら全然いけないこれぐらいやったらいけないもこんなもんじゃ済まへんから絶対。済まんよな。ちょっとスカートのサイズを測りたくて。うん、でちょっとな、やってみてもやってみよう。どの付け方が一番楽か。スカートのね。うん。3種類用意してるから。はい。1個目は。1個目はマジックテープ。マジックテープと。はい。2個目はクリップ。クリップ。はい、3個目は磁石。面白いの磁石。誰が一番楽にスカート着れるかって、うん、やっていきましょうか。じゃあやりましょう。なんか技術は設定簡単みたいなんで、うん、パッとやろう。行きましょうか。じゃあ、はい、行くわよ。たまにうんこ落ちてる。何のうんこなの？何のでしょうね。猫。猫やろ。猫かな。だって犬は野良におれへんし。嫌やな。いや、あるな。あるな。こっちの方行っていい。じゃあとりあえず広げて。真ん中の4つを長方形にペグダウンしていきたいと思います。でかすげえでか大丈夫、全部映る？はい、全部映りません。ベルトみたいなのがついてるここをペグダウン。ほう、こっちじゃないで、こっちは勝ち上げる方やから。こっちは、はい、持った、はい、下ろして、まっすぐな。はい、よし、戸塚の剣で打っていくわ。せーじゃす。はい、はい、4本の
基本となるペグ持てました。次はポールを立てていきます。ちょ待って、今見たらペグめっちゃ入ってた。かっこいいな、そうマークがちゃんと一個一個マーク入ってる、全員やつは。長いのが6本と短いの、短いのめっちゃ入ってる、数え10本ぐらい入ってる。これとこれすごい結構入ってたわ。よし、じゃあポールトッツァの剣。あのなんか跳ね上げ用のトッツァの剣は入ってないかな、だから。ああ、中の立てるやつだけね。両サイドなんだから。ああ、そういうことね。うん、わ、これもほら、全員アーツって書いてるちゃんと。あ、ポールにもちゃんと全員アーツって書いてる。見えてる？見えないですね。もうええわ。しんどいわ。高校生とやり合われへんわ。はい、じゃあ立てていきましょう。これあれやねんな、斜めにチャック開くねんな。めっちゃ斜めこれ開けたところのここのね、生地がちょっと強いところに差し込むやで。なるほど。よし、じゃあ差し込んでいこう。だんだんなんか買ってきたな。いいよ。めっちゃでかいけど。めっちゃでかいで、ここが私のアナザースカイ。河川敷やね、ただの。何にもない、どこでも言う。じゃあ次はサイド、サイドのポール立てながらペグダウン。ポール立てて2本ペグダウン。ペグダウン。2本ペグダウン。していきます。ちょっと待って。これ新品なのにさ、汚れてるじゃない？これ。汚れてます。これちょっと汚れてないこれ。これ何の汚れなんやろか。取れた？え、取れません。汚れてるパターンもあるやな、きっと。汚れてるパターン。まあ、ね、そういうこともあるでしょ。どうせ汚れるんで、気にせんときましょう。気にせんとこ。ほんで、これがついてたガイロープ。できたぞ。
ざっとこんな感じやけど。ざっとこんな感じですね。あとちゃんとなシート貼ったらもっとピシーンとなる。Checks on checks, on to the next, yeah. Mental health check, wallet on me check, another day check, we put them in check, spliffs on me check, we got it on deck, checks on checks, on to the next, yeah. 84 pull up out the lot slow, not grow but the knowledge we got lots for, Kim tripping, I can too deal with the legacy forever, but this body been processed.すごい、でも味と感がすごい、バリエーションが多いらしいな。あー、貼り方のね、とりあえずここのこっからここ、はい、分かったら多分こっちも一緒やし、向こう側の角も一緒やから、とりあえずこっちとこっち一箇所と、そこもあ、こっちですね。そう、もう1箇所測ったら4箇所は一緒の長さやから、まあ、計2箇所測ったらいいと思うんで測ります。じゃあ春田君お願いします。測ります。虫止まってんな、レンズ。じゃあ春田君、そこのもう1個でこれ持っといて。かしこ、こっち、そっち、そっち、うん、角な、そこそこそこ、はい、210です。はい、はい、210の高さはどれぐらいにするんですか。あ、ここの、はい、いけそうな気がするな。今幅が空いてんのが9ミリぐらい、あとは9センチぐらい、9ぐらいね、9センチだからここぐらい。15欲しいな、やっぱり全然な。20やったら長いかな、ちょっと。そうやな、ここもペグダウンできるから。はいはいはい、じゃあやっぱ15センチぐらい、はい、210の15センチ。で、こっちの幅が、はい、じゃあ次こっち測ります。岡田くん、そこのカードで待ってください。よいしょ、245。245、はい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 、はい。これがアマゾンで買ったブルーシートのオータムリーフっていう色です。近い色が、それの 2×3、 2メートルで15センチ何枚取れる。200÷15 は10。当たります。当たる。全部8枚いるから。10は取れもんね。8枚いるんで。いきます。で、今回これを止めるために買ったのがこちら。これもまたダイソーで、カラーダブルクリップと、これはセリアで買った粘着タイプのマジックテープで、磁石ネオジムだから小さくでも超強力っていう磁石を買ってみました。めっちゃパチンって言うから、磁石がなんか一番楽そうな気するな。楽は楽やと思う。パチンって止めるだけやもん。ちょっと分かりやすいように一回外につけます。外につけましょう。クリップで止めてみますね。まずはあ、テントの生地を直で挟まないように。あ、そうね。あ、いけた。俺が不器用なんやな。はい、これでもあれやな、真ん中も止めなかった。真ん中も止めなかった。よいしょ。
こういうことね。そう。どうですか。スカートですね。なんかそこちゃんと下げたいやん。あ、ここ。いや、そうそうそう、真ん中そう。そう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 。もうできましたよ、スカート。スカートできたな。できたっすよ、これ。クリップも意外と簡単やで。クリップ簡単っすね。じゃあ次、磁石いきます。磁石をやってみようか。磁石バージョン。こっちに止めてみます？ここね。はい、めっちゃ結構しっかり決まってる。いや、これ磁石いいんじゃない？これ、そっちとあっちを止めましょうか、じゃあ。はい。はい、これ絶対磁石楽じゃない？いきますよ。ちょっと引っ張ってね。ちょっと引っ張って。ピーンと引っ張って。はい。はい。早っ。磁石、あ、やっぱ真ん中いるな。いるな。磁石めっちゃいい。どうすか？磁石めっちゃいいねんけど。磁石は楽でいいな。楽。お金かけて磁石にします。そういうか、もうここだけ、なんて言うん、隅だけ磁石にして真ん中クリップとか。内バージョンもやりますか。内バージョンもやる。磁石が早いんで。ほう、はい、はい、内側貼ってみたけど、これ最強やな。でもちょっとあの短かった。20センチでいった方がいいな。ちょっと短い。高さは、はい、余裕持って20の方がいいかもしれないですね。いいかもね。若干開くんですよ。おまあ、あのペグダウンしたらあれやろうけど、まあ、ペグダウンしたらまだマシやなと思うんですが、で、あともう一箇所磁石。いや、でも磁石は楽やわ。もうあのマジックテープやるまでもない。なんて間に磁石最強説。磁石ですね。うん。これで冬も技術キャンプできそうですね。うん。まあ、今日は試し張りということで。思ったより簡単でよかった。ナイス。戻る。思ったより簡単やった。簡単だったっすね。うん、でスカートは210。ラナメントが210、うん、やっぱり長さは高さ長さ20の方がいい。20ぐらいあった方がいい。ちょっと15はあのギリ、うん、ギリギリすぎたな。削りましょう。すいません。めちゃくちゃすいません。15で10秒やろうと思って全然やった。20でやっても10個取れもんね。それぞれ15で計8発、うん、8発あればいいかな。8発失敗してても、うん、あと全然いっぱいあるから取れます。210の20で245の20あれば全部作れる。全部作れるスカート、うん、で冬も D2 でキャンプしても寒くない。まあおそらく大丈夫でしょう。風を防げたらだいぶね、いけると思います。いや、楽しみですね、めっちゃ、うん、まあ、また年明けのキャンプになりますけども、前に試し割りできてよかった。やっぱかっこいいな、技術。全然違うなんか。苦労して手に入れた甲斐があったわ。かっこいいですね。見た目がすごいかっこいい。いいですね。うん、よかった。よかったです。はい、じゃあもうね、おやつ時やから、子供たちと。天気もめっちゃ悪いし。天気は悪くなってきたし、撤収しましょう。胸の前に撤収しましょう。ね、じゃあもう撤収して帰ります。はい、今年もファイティアオチャンネル、たくさん見ていただきありがとうございました。今年はや。あ、今年はか。去年なんか全然見られてないからな。ほんまや。ファイティアオチャンネルって何？今でもそうやけど、うん、そやね、もっと頑張らな。来年はもっと頑張っていきましょう。
ギギ2でね、楽しいキャンプしていきましょう。はい、久しぶりの新聞。あ、でも5月、そう、今年2幕目やから5月にツインクエスト買って、で、飽きてしまった。飽きてない、狭いからや。飽きてない。サバティカルがいいなって思ってたけど全然当たらへんからもう、もうな、もともと全員やつが欲しかったから。あのアプリケみたいなそこが可愛いよな。可愛いよ、タグがね。タグが印刷されてないけど、タグが付いてるのがいいな。うん、色もね可愛いし。でもあのツインクレスタと似てない色。でもやっぱりこういう色の落ち着いてくるよな。うん、でも日本人 だけらしいで、ベージュ系好きな。って言ってた。日本だけらしい、このベージュのテント売ってた。日本は大変やね。ということで、今回の動画は。これで終わりたいと思います。あくまでもあの参考までに、うん、きっちりした寸法じゃない。あ、そうやね。そうです。私たちはそれで作っていきたいと思うんで、スカートね、一応参考までにということで、はい、ギギ2のテントのスカート作ろうと思っている方、参考にしてくれたら嬉しいなと思います。じゃあいいでしょうか。今回の動画はそれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。バイバイ。来年もよろしくお願いします。ワイティアオチャンネルママでした。バイバイ。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。良いお年を。良いお年を。バイバイ。かっこいい。I'm tired of teardrops. Hope all this fear stops. We stop and smell the flowers while they all in bloom. And every afternoon wasn't always doom and dread. And the world up at its end. Got these thoughts that we keep hanging. Think it's time we let them rest.